およそ10年前、来場者数が低迷、赤字が続き閉鎖の危機にあった浜松フラワーパーク。どん底の状況から世界一美しいを歌う桜とチューリップの絶景を作り出し、来場者数を V 字回復させた女性が浜松フラワーパーク塚本こなみ理事長。お客様がわあ、生きていてよかったね、こんな綺麗な風の花を見ることができてとおっしゃった。私たちの心がの中にも感動分岐点っていう境がある。人を育てるリーダーの言葉とは、褒めて教えて直して叱れ、この4つの順番を間違えたら人は育たないよ。五郎丸歩が学ぶビジネスの流儀。ゲストは前回に続き浜松フラワーパークの塚本こなみ理事長。22歳で造園業を営む男性と結婚し、造園の世界へ足を踏み入れると、1992年には女性初の樹木医となり、数多くの樹木の保護や移植などを手掛けてきました。1999年からは栃木県の足利フラワーパークの園長となり、それまで赤字が続いていた施設を1年で黒字に導きました。そして2013年からはこちらも赤字だった浜松フラワーパークの理事長に。来場者数は V 字回復、ここでも黒字経営となりました。一時は閉鎖の危機にあった浜松フラワーパークを一体どうやって再建させたのでしょうか。職員たちに一番最初に聞いたのは、あなたたちね、お客様には美しい景色をお渡ししなきゃいけない、そのお渡しができる原資、原材料を持っているのを、何があるか、まず何があるかみんな言ってごらんって言ってもらったんです。すると、ロウバイという花があります、梅が350本あります、桜が1300本あります、チューリップを植えています、バラがあります、花菖蒲があります、アジサイがありますってみんな言ったわけですね。そう、いっぱいあるのね、いっぱいあるのは何にもないのと一緒よ、一つでいいから、わあ綺麗って涙するほど美しい景色を作ることができるものは何なのか、その景色を作りましょうって。ビジネスの流儀、圧倒的なセールスポイントを作れ。さあ、あなたって何って、桜とチューリップです。そうね、私たちフラパークの原始宝物は日本庭園の桜なんですね。それと池とか水路とか流れとかの景色、これがとても素敵な宝物だと私は常々思っていましたので、その桜の並木、500メートルも続く桜の並木と池がずっと続いている間にチューリップを植えましょうと。日本庭園にチューリップを植えるという発想はなかったかもしれないけど、そこにチューリップを植えて、オランダに世界一美しい桜とチューリップの森っていうキューケンホフガーデンっていうのがあるんですけど、そこに匹敵するぐらい美しい景色ができるから、まずはそれをやりましょうと。で、365日のうちたったその景色が楽しめるのが10日かもしれない、でも その10日間にわあ綺麗、わあすごいって言わせましょうっていうことからまずはやったんです。2013年の春、日本一美しい桜とチューリップの庭園と銘打った日本庭園を新たに作りました。施設の目玉となったこの景色、見頃の期間は平日でも多くの客が訪れました。塚本さん、さらに仕掛けます。ビジネスの流儀、損をしてでも客を呼べ。
次にやったのが料金の変動制。花があってもなくても、満開の時、桜が満開の時でもいつでも一年中800円を、私はこれは適正価格ではないと、美しい時にお高い料金を頂戴して、そうでない時には安くするか、ただにするべきって思っていました。で、近くには無料ので開放されているガーデンパークが新たに10分も離れていないところにできたわけですね。ですからガーデンパークさんは無料、浜松フラッパークはいつ行っても花のない時でさえ800円、これは適正でないと、だから料金を変動しましょうと。3月は梅が咲いて春が来る、じゃあ600円でスタートしましょう。で、梅が満開になって頃には700円にしましょう。桜が咲き始めると800円にして、五分咲きになったら900円になって、桜とチューリップがまあ綺麗になったら1000円にしましょう。桜がハラハラ散ってくると900円にして、そしてゴールデンウィークが終わって花勝負アジサ、バラアジサになれば800円にして、で、それらがみんななくなると7月からタダにする。入園、過去何年分の入園者数データをもらったんですね。で、分析をして、いつからいつがお客様がお見えになって、いつは来なくて何人なんだっていうデータをよくよく観察すると、3月から6月まではお客様がお入りになるわけですね。で、7月になると1ヶ月で5000人とか7000人しか入らない。5000人入ろうが5万人入ろうが、社員は皆置かなければいけない、売店にもレストランにもチケット売り場にも、もちろん園作りのスタッフも。こんな非効率なことはないわけですね。それと5000人一月しか入らないと、社員たちは暇で暇で困るわけ。暇になると暇に慣れてしまう。で、忙しさに困った困ったを連発するようになるんですね。だから忙しさに慣れて、暇の時には工夫をするっていうふうに仕掛けなければいけないということから、じゃあ暇な時を作らせなければいいということで、7月8月9月は無料にしましょうと。どうですか、その点。いや、理にかなってるなというふうに思いますね。まあ、無料の期間というのはおそらくこうライトな方々がいらっしゃって、はい、まあ、フラワーパークってこういう感じなんだ、はい、で、間接的にその4月の一番ピークの時期も知って帰っていただけるって考えると、はいはい、広告を下手に打つよりは、はい、非常にいい、効率がいいんじゃないかな、はい、2013年入園料を無料化した夏の3ヶ月間の来場者数は前年の 3.6 倍となるおよそ7万4千人。従業員のモチベーションアップはもちろん、レストランや土産店がにぎわい、売り上げも前年から倍増しました。業者さんがいろいろ物品納入してくれてますよね、うん、で、売れないと返品したり、うん、日付来る前にお返ししちゃったりするんですよね、うん、ですから業者との関係がまず保てること、うん、社員のモチベーションも暇でダラダラしていないので、やる気になってくれること、そして売り上げも上がるので、うん、結果的には良かったなと今も思っています、うん、ですから損して得取れじゃないですけど、うん、目先の少しでも利益をということよりも、どうしたら全体として確保できるか、もっと違う欲を書いた方がいいのかなって思います。無料というと静岡ブルーレブズでも、昨シーズンホストゲームでの観客動員は3000人前後でリーグ全体の平均を下回っていました。そこでリーグ最終戦、無料の招待チケットを増やすと、チームとしてシーズン最多となる6000人を超えるファンがスタジアムへ駆けつけました。もちろん収益を上げなくちゃいけないという反面、まずはスタジアムに来ていただくしゃ、いただかなくちゃいけないというところもありつつ、この駆け引きが非常に難しいですね。まあ、我々もその地域貢献だけでやってるわけではなくて、事業としてやってる以上ですね、やっぱり収益を上げなくちゃいけない。
でも見ていただく、ただで見てとりあえず一旦来ていただく、ここのね駆け引きが非常に難しいなというのはこの2年痛感させられていて、まあ、去年はチケット価格もおそらくリーグの中では一番高く、そしてまあ無料チケットを配る枚数も一番少なかったチームだと思うんですけども、まあ、開幕戦に来ていただいたのが2500人ぐらいですね。で、まあ、最終戦に来ていただいたお客様っていうのが、まあ、6000人を超えてたんですけども、実は売上のは変わらなかったんですね。2000人であろうが6000人であろうが、まあ、その分来ていただくように撒いたというふうな形になりますけども、でもスタジアムの雰囲気、一回来ていただいた方、まあ、開幕に来ていただいた方と最終戦に来ていただいた方の感動は全く違うわけですよ。でもっと言えばピッチの中で戦っている選手たちの後押しという意味でも売上は変わらなかったけど、じゃあどっちがいい空間だって言われた時にはやっぱり6000人入った方が明らかにいい空気だったんですね。まあ、ここは今シーズン非常にこのバランスをうまく見ながらですね、まあ、事業としてやっていく反面、やはりまだまだ PR 兼ねてですね、来ていただくところのバランスっていうのは非常にうまく取りながら、選手たちを運営としてしっかりと後押しできるような、そしてまあ来ていただいたお客様が感動して帰っていただけるような空間作りっていうのは非常に今シーズンは心がけているところですね。はい、続いてのビジネスの流儀はこちら。で、私は園長の仕事っていうのは何かというと、お客様がどんな会話をしているのか、お客様同士がそれを拾うのが園長だと思ってるんです。その言葉を聞いて何が足りない、何に喜んでくださってるのか、それをジャッジしなきゃいけない、これが園長の業務だと思っていましたので、よくよく聞いてたんです。で、私がもう2015年に足利は引退するわけですけれども、その2015年の富士の満開の時に、するとお客様がね、わあ、生きていてよかったね、こんな綺麗な富士の花を見ることができてとおっしゃったの。生きていてよかったって、どんな方々がそうおっしゃってるんだろうと思いまして、お客様いらっしゃいませ、今日はどちらからお越しいただきましたかって聞いたんですね。すると南相馬っておっしゃった。ですから2011年、私たちには想像できない悲しみや苦しみや辛さを経験されて、そして2015年富士を見に来て、はあ、生きていてよかったっておっしゃってくださる、その言葉を聞いた時涙が出ました。そういう人たちが苦しみ辛さから少しずつ解放されていくには、こういう美しい花も必要なんだって思うようになって、ああ報われたっていう思いも含めて最高のご褒美をいただいたなって思ったんですね。ですので、まあ、その当時2015年私は浜松フラッパークの運営も受けていましたので、浜松フラッパークも経営を成り立たせようと思うならば、お客様がわあ綺麗、わあすごいっていう場面を作ることが必要なんだって、また改めて強く思ったわけですね。人をこう感動させるというのは非常にまあハードルが高いといいますか、はい、人の想像を超えない限りは感動というのは人の中には落ちてこないみたいなんですね。はいはい、ということはご来場いただいた方に感動してもらわなくちゃいけない、はい、満足では終わらないといいますか、そうですね、やっぱり感動して帰っていただくことが、次もう一回行ってみようとかですね、はい、誰かを誘おうとか、はい、まあ、そういうアクションに変わってくると思うので、そうですね、我々も非常にこう志高くやってますけども、まあ、一人でも多くの方々に感動していただけるようにとにかく前に進んでいくしかないなというふうには思ってる次第ですね。はいはい、静岡ブルーレブスの親会社はヤマハ自動機です。はいはい、でヤマハ自動機がずっとこう企業のメッセージとして歌っているのがレブズヨアハートっていうことな言葉なんですけども、このレブっていうのはこう振動させるとか心を震わせるっていうような
その造語なんですけども、レブズヨハードってやつね、エンジンをその駆動させるっていう意味もあるんですね、はい、でまあそのエンジンを駆動させるっていうものにかけて Your Heart なんで、心、あなたの心を震わせるっていうのがまあ企業メッセージとしてあるんです。なので、まあ、このメッセージは非常に素晴らしいなというものが、まあ、我々ヤマーズ同期ジュビロ時代からずっとあったので、このレブっていう言葉を残したいというのは、これ選手側から実は出てきた言葉でして、素敵ですね。でまあ、ホームタウンを静岡にしてるので、うん、静岡でブルーっていうのは我々サックスブルーでずっと来ましたから、ブルーレブズという名前になったというのが歴史ですね。ね、同じく私たちも同じですね。感動をお渡しをする、うん、心震えるほどの景色を作ってお渡しをしたいっていう、うん、原点そこですね。そうですね、はい、生きていてよかったっていう声を聞いた時に、ああこの方は今感動して震えてるんだっていうのを私実感をしたんですね。でその時に思ったのが、ビジネスに損益分岐点がありますよね。それと同じように私たちの心がの中にも感動分岐点っていう境がある。感動と満足とは違うっておっしゃいましたけど、まさにその通りで、感動をしていただくための仕掛けというか景色、うん、私たちは花の景色ですけども、それを超える景色を作ってお渡しすることが感動分岐点経営と私は勝手に自分の中で位置づけまして、人々に、皆様に、お客様に感動をお渡ししようねと、そういう景色を作ってねって職員たちにもお願いをしてるんですね。一緒ですね。そうですね、はい、ビジネスの流儀、続いてはチューリップの原種。塚本さんは従業員のやる気を引き出し成長を促すため、日頃の声のかけ方に心がけていることがあると言います。はい、そば島くん、おはよう。ありがとうね、手入れ進めてくれてて。はい、これも短く詰めちゃう。うん、そうそうそうね、理解してくれてるじゃない、頼もしいこと。お疲れ様。はい、綺麗だね。バレンタインの装飾ですね。素敵なバレンタインになりそうだね。うん、素敵素敵、今年もよくできそうだね。ありがとうね。お疲れ様です。皆さんが頑張ってくれるのでね、本当に。従業員に対してまずはねぎらいの言葉をかける姿が目立ちます。その理由とは、自分が会社を作ってしばらくの頃に尊敬をする方から、人を叱の注意をする時にはね、順番があるのを塚本さん知ってるって言うから、何でしょうかってご指導くださいって申し上げたところ、褒めて教えて直して叱れって、この4つの順番を間違えたら人は育たないよっていう言葉をかけてくださって、褒めて教えて直して、それから叱るんだよ。人はね、怒られたり叱られたり最初にすると耳を塞ぐんだよ。それから直して教えても、もう耳塞いでるからもう10分の1しか入らないんだよ。怒りたい、注意したい、叱りたい、直したいと思ったら、まずは慰労の声を先にかけなさいと。毎日暑くて大変だね、これから寒くて厳しいけど風邪ひかないように気をつけなさいね、毎日ありがとう、お疲れ様っていう声をかけると耳が開くんだよ。だからその順番を絶対にリーダーは間違えてはいけないよって教えてくださって、スタッフの方、アルバイトさん、パートさんに何はともあれ慰労の言葉をかける、毎日ありがとう、お疲れ様っていうことを心がけています。
染みますね今日は本当に。いやもう本当にそうだと思いますね。もう本当になんかまあ人それぞれ多分おそらく全力で頑張ってるはずなんですよね、はいはい、でそれでまあ上司の方に承認求めて、これでいいですかって言われた時にダメとかですね、なんでそれしかできないのって言われてしまうと、はい、あこの人のために頑張りたくないなっていうのが多分人間の本心だと思うんですよね、はいはい、人を動かす力ってこの人のためだったら動きたいとかですね、うん、この人が言うからやろうとか、うん、非常に大きいなと思っていて、はいはい、まあ、そのためにも今おっしゃっていただいたプロセスを踏むことは非常に大事だなというふうに痛感させられましたね、うん、塚本さんはその今後の展望というのをお持ちでしょうか。はい、もう私も年をだいぶ重ねてきましたので、あとはフラッパークの人たちに本当に世界一美しい園を作りましょうって今、うん、もう目指すは世界一ですので、うん、そういった園を作るためにあともう 1,2 年、うん、私自身も老体に鞭打って、そしてみんなと一緒にこんな縁ができたよって、でやはり一番願っている、私自身が願っているのはやはり浜松市民の皆様に親しまれ愛されは当たり前、それを超えていつか浜松市民の皆様に誇りに思っていただけるような縁を作り上げること、一人ではできないのでみんなと一緒に作り上げたいなっていうのが私の最後の目指すところでしょうか、はい、最後に塚本さんから五郎丸さんへエールが。私は職人なんですね、木を助ける守るっていう、ずっと職人でありたいと、その職人でありたいと願うって仕事をしてきたことから、お客様に笑顔を私をしたい、生きていてよかったと言ってもらいたいという、それに変わってきたんです。だからその職人になりたいと思っています。ですから職人だからこそできる経営学って必ずあると思うんです。で、一流の選手だったからできる、選手がこんなとこだったら力が十分に発揮できるだろうとか、そういう環境づくりも運営経営者の責任だと私はいつも思って見てますけど、だから一流選手だからできる運営が必ずあると私は思ってますので、心からエールを送らせていただきます。いかがですか今日のお話。いや今日はこの収録しびれてましたねいやなんか塚本さんと、まあ、今回初めてお会いさせていただいたんですけど、なんかついていきたいなと、こう自然にこう思わせる塚本さんのこの奥深さというのが あるなというふうに感じましたね、まあ、こういった方になんかこう会社の社長といいますか、引っ張っていただけるリーダーになっていただきたいなというふうに思いますね。はい、コンマさんもちょっと目指したいなっていうか、こういう感じに。いやいや、もう理想中の理想ですね本当に、はい、恐れ入ります。やっぱ目の前のものを追いたくなるんですけども、そうじゃなくてやっぱり、お金が動くというのは人の心が動くということを肝に銘じて、やられてるんだなというふうなのをつくづくこう感じさせていただいて、まあ、我々も本当に設立2年目ということでいろんなものを追いたくなりますけども、やはり最終的には人だというところにやっぱりフォーカスしてやっていかないと、我々もなかなか規模的にも大きくなっていかないなというのを感じましたね、はい、はい、ということでここまでお話を伺いました。浜松フラワーパークの塚本さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次回は救命救急のスペシャリストが登場。判断の速さ、物を考えているんじゃなくて、考えながら同時に処置をしているので。